おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時40分のニュースをお届けします。本日も野党関連、自民党関連、LGBT 法案関連などをご紹介したいと思います。重要な局面になっております。ぜひ最後までご覧ください。 これはやばいと思った方は高評価を。こんな情報もありよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴを使わせていただきます。内藤とご了承ください。それでは参りましょう。まずはこちらからですね。小西議員なんですけど、自民党議員から、自民党に来たら総理狙えるくらい大活躍できると言われました。自民には絶対に行きませんが、立憲と自民党などのまともな議員による新党はありえありかもしれませんねと。 発言されたそうなんですね。こちら。こちらですね。この間自民党議員から自民党に来たら総理狙えるくらい大活躍できると言われましたよ。自民には絶対に行きませんが、今の、今のままでは日本は行き詰まるので、立憲と自民党などのまともな議員による信徒はありかもしれませんね。本来は、立憲が自民を割るくらいのダイナミズムが必要です。頑張ります。ということなんですけども。<laughs> これどうでしょうか皆さん。 はい、ものすごい自信ですね。すごいなあと思いました。で、こちら、平井小さんですけども、山本太郎氏の懲罰採決が先送り、令和、大石秋子氏、反対してくれた皆様の影響は大きいという風な記事を紹介されていますね。参議院が与野党問わず、反対大部の府になるのか、 山本太郎氏の懲罰採決が先送り、令和、大石明子氏、反対してくれた皆様の影響は大きい。国会の会期は21日までで、審議時間がないため、懲罰にかけられない可能性も出てきたということなんですね。これ絶対おかしいですよね。しっかり懲罰かけていただきたいなと思います。で、自民党関連になりますが、衆議院解散について、岸田首相、情勢を見極める。いわゆるとで神経戦ということで、今いろんな衆議院解散の噂が流れてきていますね。今日の ハーラ版の矢野さんの話の中でも相当今いろんな動きが出てきていると。 反対に絶対解散はないというふうな話もあったり、またはちょっと不気味な動きがたくさんあるから解散はあるかもみたいな話とかいろんな話があるということで、矢野さんが語ってくださっていますので、ぜひ今日の夕方のラ原ンもご覧いただけたらと思うんですけども、そんな中、こちら FNN プライムオンラインの記事の中で、16日内閣不信任なら即日解散、岸田省が表明検討というふうな話が出てきているようですね。 岸田首相が13日、衆議院の解散総選挙について国会の情勢を見極めたいと述べたことを受け、与野党ともに緊張が高まっている。FNN の取材で岸田首相は内閣不信任決議案が16日に提出されれば、その日のうちに解散を表明することを検討していることが分かったということなんですね。はい。これもね、16日になる可能性があるということなんでしょうか。それこれが事実であれば。そしてこちら。 カルタさんが先ほどの記事を紹介されていますね。しかし最新の選挙情勢が予想以上に厳しいとの慎重論も後に回しても厳しいことに変わりはない。ぜひ解散をというふうにカルタさんは伝えてくださっていますね。そしてアビルさんですが、自民党支持率内閣発足後過去最低34.7%内閣支持は下落不支持は上昇。 岸田の人柄が信頼できない20%ネット国民は見てる人間性否定されとるというふうなことの記事を紹介されて、アビリさんがだから言わんこっちゃない、党へ信頼感が失われ始めたということで、今回の LGBT 法案のことなども大きく影響している可能性が高いですよね。で、高橋さんが紹介されています。日本の解き方、骨太方針から浮かぶ政府の思惑、解散総選挙を睨み、増税食隠し、 財政ではことさら赤字を強調するミスリードというふうなことが言われていますで。高橋さんがこのように指摘されていますね。政府は7日、経済財政運営と改革の基本方針、ほてぶ太の方針の原案を示したというふうなことなんですけども、この中でいろんなことが言われているようですね。昨年度に続いて、従来、2025年度としていたプライマリーバランスの黒字化目標の達成年度を明示しなかった 目標年度、あえて明示しないのは従来と変わらないためだが、PB 目標が積極財政策の妨げとなっており、それを撤回すべきだと主張する自民党内保守派の意見に配慮したのだろうというふうにも言われていますね。はい。もっとも本クラブで書いたように、相当の増税増収があり、自然体でも25年度の PB 黒字化目標は達成できる勢いなので、 波風を立てずに昨年同様の無難なところにしたのだろう。ただし、防衛費、少子化対策による歳出は増加するので、当面は負担なし、ステルス負担と言いつつ、25年度以降の中長期的な経済財政の組みについては24年度に改めて検証する方針だ。解散総選挙が近々行われる場合、今回の骨太方針が自民党の公約になる。 増税職は可能な限り消しておく必要がある。そのため24年度に検証する仕組みを作っておき、そこで増税も議論できるようにしてあるわけだ。と同時に、25年度プライマリーバランス目標達成後、財務省は新たな財政再建目標を設定し、相変わらずの緊縮財政を継続したいのだろう。筆者は政府のプライマリーバランス黒字化目標に賛成ではない。そもそも政府全体の純債務額 対 GDP をコントロールするのが筋で、そのためにはプライマリーバランスは政府全体のものを算出すべきだからだ。筆者の資産ではその本来の PB は常に黒字化しているが、政府の算出しているものはその一部でことさらに赤字を強調するものになっているのはミスリードだと。こうした本質的な財政議論を検証するのはいいが、別のとんでもない財政議論になる恐れがある。例えば米国において、 今月3日に成立した債務上限の一時適用を提出する法律で話題になった債務上限などの枠組みだ。債務上限は総債務額だけに着目する先進国では例のない非合理かつ時代錯誤の縛りであるが日本にも必要だとか、だとか言いかねないというふうに、えー、言われていますね。大変興味深い記事になっていますけども。 ねえ、ミスリードだというふうに言われていますので、いろんなこういう仕組みっていうのが隠されているのをこうやって暴露されているのはありがたいですよね。さすが高橋さんだなと思いますね。で、こちら自民党さんのホームページの記事ですけども、骨太の方針今後の対応を萩生田政調会長に一任、政調全体会議というふうに言われていまして、萩生田政調会長に一任することになったということなんですね。どうなっていくのでしょうか。 そして LGBT 法案関連になります。LGBT 衆院本会議採決、自民案、高取氏が退席、7人が欠席という風な記事が出てきましたね。高取さんと杉田美桜さんがあ、高取さんがあ、このようにですね、トイレの関連で退席,退席されたですね。法案に反対していた。記団に退席の理由を問われ、お腹が痛いということだ。生理現象だと説明した。法案については、 法案とは別に公衆浴場やトイレなどで女性や子どもたちを守るための法整備が必要だと事務所を通じてコメントした。自民の杉田美代氏ら、与党の複数の議員が体調不良や公務などを理由に欠席したというふうに言われていまして、このお二人の名前が高取さんと杉田美代さんのことが分がっていましたけども、他にも、 お欠席されたというふうなことで、誰だ誰だみたいな感じになっていましたよねで。この件が出てきたので、後でまた紹介させていただきますが、まずはこちら、島井大さんですけども、LGBT 利権法案に起立賛成後、衆院通過を見て満足げな岸首相法案の中身は何も分かっていないだろう。退席欠席で意地を見せた高取修一。 杉田美桜、両議員が岸田茂木ギラの不当な差別にさらされないようしっかり支えたいというふうに言われていまして。また、日本社会を掘り崩す、LGBT 利権法案、衆院通過の瞬間、憲政史上最も恥ずべき心の一つ、林和正氏がとりわけ嬉しそうだ。CCP も自称行為に走る日本の国会の姿に北そえんでいるだろうと言われていまして、 で、こちら、ゆうかのうじ編集局さんが、確かに、林吉本会長は笑顔ですね、ということで。まあ、こちら、切り取りかもしれませんが、このように笑顔の写真が出てきているようですね。で、高取周一議員がこのようにコメントされていらっしゃいますね。GPT 法案、退散明動して、ネズミ一匹となりました。 ご心配いただいた皆さんに感謝申し上げます。私は大丈夫ですのでご安心ください。若い同士を責めないでいただきたい。法案とは別に公衆浴場やトイレ等で女性や子供たちを守るための法整備が必要だと思います。写真は産経ネットニュースからお借りしましたということですね。いや、こうやって示してくださって本当にありがとうございますと思いますね。いや、なかなかこれ簡単にできることじゃないと思いますので。 で、小坂さんがこのようにツイートされていらっしゃいます。LGBT 法案可決の昨日の本会議の欠席者7人を衆議院事務局に確認。以下、欠席届が出されていた代議士。自民党は杉田美代さん、伊藤さん、江崎さん、梶山さん、田村さん、吉野さん。公明党は吉田さん。他に欠席届けなしでの欠席も。欠席は LGBT 法案反対の意の、有無、両方ありかと、というふうに分析されていらっしゃいまして、 杉田美穂さんは反対で反対だっていうのは分かっているんですけどもその他の方がどういうことで欠席されたかっていうのは分からないということなんですねはいくれぐれもこの方全員が反対表明で欠席されたとは限らないというご公務があったかもしれませんしまた別のご病気だったかもしれませんしいろんな理由があるかと思いますので分からないということは前提で見ていただきたいんですけども、まあ、分かっているのは杉田美穂さんと高取さんは反対されていたということは ああ、まあ、報道もありますように、そうかなと思うんですけど、他のことはわからないということは大事かなというふうな上で、こちらのツイートを拝見させていただきました。そしてこちら、ニコニコニュースさんですが、昨日の記者会見の中で、えー、岸田首相がこのように回答されてるんですね。LGBT 法案、議員立法が国会で議論されている最中に、最中に、 政府の立場から内容について評価することは控えなければならないというふうなことを言われたんですね。この LGBT 法案というのは岸田省が支持されて始まったというか動いている話だというふうに聞いておりますので、まあ、これをこのように議員立法が国会で議論されている最中にというふうなことを言うのは、ああ、これはどうなのかなというふうな意見も上がっていますよね。そして白川さんですが、読売新聞が社説で LGBT 法案、省と自民の見識が問われるというふうな 記事を出されていまして、白川さんが気になれているはずの読売新聞にすら批判され始めた岸田自民党首相は裸の王様になってはいないだろうかというふうに言われていたりまた、カルタさんも紹介されていますね読売差つ,つも LGBT 法案に激怒これで女性の安全を守れるのか教育現場は混乱しないか悪意を持った男性が女性と自称し女子トイレ等を利用する事案は 現実に起きている。新法を盾に不当な差別と主張する口実に使われかねない。世相な法整備は許されない。さすがおっしゃる通りというふうに言われています。また高井さんも紹介されています。5月13日の社説。で、警告したのにやったなと。岸田講演会長の怒りでしょうな。これは岸氏は解散しないと立っていられないかもというふうに分析されていらっしゃいますね。ねえ、この読売新聞が止めてんのに、 それでもやる、やらなければならなかった理由があるのかみたいな声とか、いろんな声が上がっていますよね。で、こちら、青山茂治さんのブログですけども、LGBT 法案解散まさかの社説、日本の家族 F1 未明あれこれを若年と記していますというふうに言われていますが、ちょっとチャットを見させていただきましょう。日本の総理は全衆議院議員を一瞬で失職させる解散について、日本人でただ一人全権を持ちです。 岸田総理が今その衆院解散総選挙をめぐって選択肢を絞り込んでいることは間違いありません。昨日6月13日の記者会見で総理が解散をめぐり意図を持って踏み込んだ発言をなさった後、思わず知らず、知らずなのか、思わず知らずなのか意味を漏らされたのは極めて象徴的です。絞り込んだ選択肢のうち、 もしも仮に最速を選ぶ場合は6月16日の解散でしょう。あさってです。その時 LGBT 法案がどうなるかは今日未明の段階ではまだわかりません。情報を集めています。しかし解散権が総理一人の胸の内にあることも影響してわかりません。一方で可能性がやや高い総理の狙いは LGBT 法案を通して今国会の会期末で解散。同じく LGBT 法案を通して秋の臨時国会で解散。この二つの選択肢でしょう。いずれにせよ LGBT 法案に対する私の姿勢は 何度も申している通り、反対で不変ですというふうに言ってくださっていますね。こちらを見ておきましょう。読売新聞が社説で LGBT 法案をめぐり、記者総理を名指しで徹底批判をしています。自由民党の総理を読売新聞が社論としてここまで批判するのは、私が記者時代からあまり記憶にありません。少し驚きましたということ。よっぽど珍しいことだったんですね。しかも、しかも、 岸田総理の味方だと言われている読売新聞がこのようにやるということは、ちょっとなんか今までない何かが動いてるというふうに思えてなりませんよね。不気味な何かっていう感じですかね。わからないんですが。で、こちら。 和田さんが紹介されていますね。LGBT 理解増進法案は課題山積みの法案。衆議院で可決し参議院に送付された。強い意志を持つ参院の仲間たちと対応を断続的に協議している。国民のために何をすべきか意志は変わらないというふうに言われています。えー、和田さん頑張ってください。で、えー、和田さんのツイートを紹介されていますね。唐田さんが紹介されています。陶芸拘束には離党勧告や公認取り消し、なざ、えー、除名、 資格擁立等あらゆる可能性がある。選挙を間近に控えた衆院議員たちの心情を思うばかると辛かった。だが、和田正宗議員は先ほどの旨をおっしゃって、日本を守る議員は誰か明らかになるというふうに言われています。で、島田義さんも紹介されていますね。愚かな自民党執行部は15日、委員会採決、16日、本会議採決と実質審議抜きで参院を通す構え。 継続審議とすることで参院の存在意義を示してもらいたい。まあ、与野党幹部揃って活動家、利権確保で合意してるから難しいが、というふうに言われていますね。ねえで、島田さんですけども、自民党に真にある保守派は少数で、大半は単なる利権屋であり、芸合屋、安倍首相のように厚い人的ネットワークを背景に勝負どころと見れば、中核メンバーを固め直し、狂ったように電話構成をかける、そういうリーダーがいて初めて勝負になると。ねえ。 安倍氏がいれば自民党内の戦いを通じ、こうなる前に時代を止めていただろうというふうに言われています。で、この電話構成っていうのは、私も拝見、伺ったことがありまして、伺ったです。直接じゃないですよ。まあ、それで話を伺ったことがありますけど、番組を通じてですよ。伺ったことがありますけども、やっぱりこのように人的ネットワーク、厚い人的ネットワーク、まあそれ信頼関係があることだからこそだとは思うんですけども、まあ、このようなリーダーっていうのが、 今の日本には必要だなと思いますね。で、えー、白川さんですが、公明山口氏、同性婚の議論進化に期待というふうな記事を紹介されて、共産党と立憲はもちろんのこと、公明党、維新、国民なども同性婚に前のめりになっている。自民党は公明と関係を切り、これ以上のリベラル化を自重して、野党と差別化できなければ、国民の支持はさらに離れるというふうに警鐘を鳴らしていらっしゃいますね。で、これから嘘を言いますと言われた前提で、 9なぜ LGBT 理解増進法を強行したか。A. 全米各地で月々と反 LGBT に舵を切っていることを焦ったオバ,マ組オバマ組が51番目の州としか見ていない日本に強行させたが、日本のトップが何らかの理由でそれを断れなかったからというふうに、ね、これから嘘を言いますという前提で言われていますけども。ね日本に強行させたかったが、 日本のトップが何らか,何らかの理由って、ここがちょっと興味,興味深いというか、ちょっと意味深いですよね。何らかの理由って何なんだと。読売新聞も裏切るぐらいの何らかの強烈な、ね、理由があったのかと。まあまあこれか、これは嘘,嘘を言いますということなんですけどもね。どうなんでしょうかね。 で、こちら、有本香里さんですが、2020年、アメリカ大統領選に共和党からの立候補者を表明している全員が、LGBT ルールの見直しを公約に掲げるそうだ。エマニュエル氏は、自国内でこの逆風に、あ、あ、こうすべく、古い、飲酒を背負った日本人でも LGBT 法を作ったぞ、俺が作らせた、どや、と、政治利用するため動いた。彼に乗せられた日本の意識高い系の、 惨めさたるやというふうに言われていました。本当にそうですね。で、平井小さんです。米国では共和党が LGBT に反対国論を二分しているが、我が国には LGBT に反対,反対する政党が現時点では賛成党しかないというふうに言われていますね。もう本当、辛すぎですよね。賛成党しかないんですね、今。日本に。この現実。なんか、愕然としますね。 いや本当に、なんて言ったらいいんですかね。分かってらっしゃってやってないのか、それとも、分からずに無知でやってらっしゃるのか、それよく分からないし、空気に同調圧力にやられて、こんな状態になっているというふうな意見もありますし、どっちにしても賛成党しか反対している政党がないと。本当、取りでですね。賛成党さん、取り出ですよね、この点はね。 でまあ、いろんな意見があるかと思いますけども。でこちら島田大地さんですけども福井では注目度の高い雑誌「北陸政界最新号」より「なお私は選挙に出す出,出るつもりはなく自民党が立派な中堅若手に福井一区の候補者を差し替えるべきだと思っています」というふうに言われてましてこの中で、えー、稲田朋美さんのことが出てくるのでちょっと紹介させてください。 福井など眼中にないデカサギ政治家というふうな見出しなんですけど、解散総理選挙も近いと言われる中、極左に利用されるような人間が自民党公認ではさすがにまずいとばかりに、県連内でも候補者を差し替えるべきだとの声が日に日に強くなっている。このまま稲田で行けば、前回にも増した落選運動が起きるのは必須で、肝心な公営会組織もズダボロの壊滅状態では勢いのある、 維新から保守職の、保守色の強い候補者でも出てきたらややこしいことになる。実際、福井を代表する保守論客として知られる、知られ、反稲田の急先方でもある島田屋義父、えー、さん、島田さんに維新から打診があったらしく。 このクラスが対抗場に立ったら今の稲田さんにはまず勝ち目がない。そもそもここまでの問題児を党本部や県連がいつまで抱えているつもりかは知らないが、安倍晋三の庇護の下で大臣をしている頃なら使い道もあっただろうが、今はそうではない。もうめちゃくちゃす、すごいこと書かれてますね。何よりも福井のことなど眼中にない。東京や大阪に嫌というほど土地建物を保有している不動産上、すごいこと書かれてますね。不動産上であることは、 有名だが、たまたま福井1区で当選したから選挙に落ちないように仕方なく立ち寄るだけ。昨年12月にフェニックスブラザで開催された拉致被害者の福井研修会なども、前日までは福井にいたのに国会議員の中で一人だけ欠席。代わりに事務所職員を参加させたのだが、その翌日には東京で大々的に政治資金パーティーを開催しているのだから、どう考えても福井を舐めている。昨年の参院選でも福井には縁もゆかりもない候補者を連れ歩いて、山谷参議や日頃お世話になっている 各団体を,を二度とと福井稲田は応援しないと激怒させるそうしたことで今や県内での稲田離れは著しく LGBT などとは無縁のところでこの女はいよいよダメだとの声が地響き的に起きている稲田朋美を福井から追放できるのは我々県民だけであるというふうに言われていましてこれすごい記事ですね <laughs> ちょっと全部一気に読ませていただきましたがなんか知らなかったことも書かれていましたね不動産女王って で、現場の福稲田、さんのことが福井の中でどんな声が出ているのかと応援されていた方からですよね。これはちょっとすごいことになっていますね。で、山口さんも、島田屋さんのこの記事を紹介されて、地元から見捨てられつつあるのか。稲田富さんの地元福井から頼りが届いたそうですと。あ低あ、福井から届いた頼りですというふうに言われていますね。すごいことが書かれていますね。 で、こちら。こちらの方が、杉田美桜さんの論文が炎上したとき、とあるゲイの論文が身長45に乗った。論文中で彼は杉田美桜の論文を炎上させた、尾辻香奈子を批判。介護には LGBT 法案の成立という目的があると指摘した。LGBT 法案の問題点を最初に私が認識したのは、実はこの論文だったというふうに言われていて、カルタさんが、論文全体ではなく、生産性がないとの一文だけを抜き出して、杉田美桜氏が異常な攻撃を受けた身長45騒動。 その背後には LGBT 法を成立という目的があると指摘した論文の存在。今こそ国民が読まなければならないもの。LGBT 法案の問題点は当事者によって指摘され続けていた。活動家天国とカス日本と屈した自民党ということで。ね、この身長45騒動というふうな、この時代からその背後には LGBT 法を成立という目的があった。これを初めて聞きましたね。そういうことがあって、異常な攻撃を受けたっていうのもあって。 という可能性があるんです、ね、いや、これは新しい事実がどんどん出てきますね。いや、まあ、事実であればですけども、これも、新しい見解でがたくさん出てきますね。で、こちらの方が紹介されています。2023年6月13日、参院財政金融委員、防衛財,財源法について質疑と。こちら、参政党の神谷宗平さんですね。 国は総平議員が過去の世界の事実、歴史的背景から LGBT 法案の話題に切り込む。世界の文化的浸透工作に対応すべく、日本の情報収集能力と分析力の強化を訴えるということなんですね。で、これを紹介された山岡さんがですね、LGBT が共産主義者により、浸透破壊工作として利用されてきたことは、歴然たる事実であり、純然たる少数者の人権保護ではない。その事実とリスクを 認識できない議員は安全保障の視点がないことを意味し、認識できない防衛省はインテリジェンスが欠落していることを意味する。周回遅れで不認識なら絶望的だというふうに言われていまして、もうこれはもう戦いに、破壊工作に使われているということなんですよね。これをわからない議員さんたちがたくさんいる。わかってやってるのかわからなくてやってるのかわかりませんが、ねえ、この視点っていうのは、 ほとんどの方が日本のほとんどの方が、もちろんこの番組をご覧くださっている方とか文化人の視聴者さんは分かってらっしゃることですけども、日本のほとんどの方が分からないという現実もあるということなんでしょうかね。えー、いや、もうとんでもないことになってるなと思いますね。なんとか参議院の止めていただきたいなと思います。皆さんいかがでしょうかぜひ皆様のご意見など、コメント欄でいただけたら幸いでございます。 というわけで、ここから先は、メンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。今週末ここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、久さんの Twitter、探偵団、アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。最新、最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日は、こちら。 猫の動き全く見てて飽きないということで見てみましょう。 どう理解しましょうかいや。これは飽きないですね。いや猫ちゃんは正義ですね。<laughs> めちゃくちゃ可愛いですよ。<laughs> はい、私もこれやります。というわけで何日もありがとうございました。それではまた。